何が起きたんだっけ。しかし惜しいな。肉の体を捨てて昇進したら姿形は思いのまま。どうしてくれる？そう言われても。私が子供？そう思うの？ああ、いや、それは。これは携帯といって。なんだ今の音。ねえダーリン。はあ、私とキスしてみる？はあ。これさっきのチョコ、ウイスキーボンボン。あんたその年でキスもまだなの？ダサー。もう言ってること別人みたいになってんぞ。ダメったらダメ。おい、ラク、どうしたのさっきから。おっしゅう、いいところに。今いいよっとか。おっしゅう、立花。ラック、ラック、大暴落。一条ラック。ダメだ、全然大丈夫じゃなさそうだ。ただのってつか、接吻って。おい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 、マジか。思ったより硬い。わー、一条くんだ。わーい、一条くんだ。ちょっと待ってろよ、今みんなに冷たい水を。出して。ダメだってば。一条くんってさ、すべすべ。やめて。ダメだ、手に負えない。これ以上ここにいたらダメだ。一時避難を。さっきのお手紙。リハビリみたいなものさ。おいしい。僕が触れたら死んでしまうと知りながら。今日は肌寒いですね。坊ちゃんどうなさいました？覗きたくて突っ伏したわけじゃない。逆セクハラをやめろっていつも言ってるだろう。もっと自分を大切にしてくれ。クッキーもう一枚いかがですか？話聞いてた？わかった、食べるよ。はっ。変な声出さないでくれ。アリス！またいきなり君は！どうするんだ？触ってみたいですか？もてあそぶなってば。それでね、それでね。そうやって揺れて見えるのは単に俺が疲れているからか。助手、私の話聞いてる？ああ、聞いてるとも。さっきから話が噛み合っていない上につまらない話ばかり聞かされている気がする。きっと高尚なお話をなさっておられるのだろう。ねえ、こっちおいでよ。それはどうなんだ、若い男女が一緒にベッドにって。こうして一緒に寝るのはさすがに初めてだね。やっぱり2日経てば忘れそうな顔だ。でも実は君も私にいじめられるのが好きでしょ。
君に話しかけない方がいい？やっぱり面白いな、君は。うっせ。でも不真面目なことしてみる？私の名前はテルハシココミ。よかったらお茶しない？ごめんなさい、私これから塾があるの。いってらっしゃい。ん？あれは同じクラスの、なんだっけ。あ、そうそう、佐伯だ。佐伯くん。あ、やっぱり佐伯くんだ。完全に好きになったでしょ。なぜなら私は美少女だから。え、それだけ？佐伯くん、ちょっと無視ってひどくない？会食すらない。佐伯くん、どこ行くのよ。もう避けられた。やれやれ、面倒な奴に目をつけられてしまったな。佐伯くん、おーい。また来た。テルハシさんは注目の的。ん、粘土。まずいな、人混みに紛れてやり過ごそう。はぁ、あ、行ったか。危ないところだ。とっさに瞬間移動してしまった。佐伯くん、粘土くん。テルハシさん、まさか私。ううん、そんな、まさか。やだ、何この気持ち。オフテ、テルハシさん。ローラさん。え、どうぞ。どこでももみもみ券です。今すぐ使いますよね。は、あ、はあ、うわっ、しゅい。私は冒険者さんに働いてもらうことだけが受付嬢の仕事だとは思いません。ローラさん、冒険者さんが少しでも明日からも頑張れるように。お、辛い時には愚痴ってください。付き合いますから、いくらでも。はい、施術終了です。やれやれ。お、大丈夫でしたか？家に帰ったら続きをしてくださいませね。ってことはこれって。言っただろ、ちょっとした試験があるって。すんませんでした。僕の名前は谷崎潤一郎。意外といい人だこの人。そんでこっちが妹のナーミですか？ほら、おんたがいい。この辺なんてほんとそっくり。こいつらに関しては深く追求するな。あ、はい。故に周りに迷惑を振りまき、社の看板を汚す真似はするな。か弱く華奢なこの指で私の首を絞めてくれないか。ごめんなさい。雪村くんが逃げるから仕方なくよ。さて、ん、こんな感じかしら。見つめられる、距離が近づく。それじゃあ雪村くん、触っていいわよ。どう雪村くん、心拍数が上昇する感覚はある？これくらいか。待って、あと10分計測しましょう。ずいぶんイカれたことしてるわね、あんたたち。今から実験してみましょう。女なら見境なく興奮してしまうクソ野郎なのか。ほらにゃー、今だ、貴様離せ。いい、姉さんは何もしないで。姉さん誰？夢じゃない？聞いてる姉さん。そういう冗談いいから。姉さん、
私ずっと前から姉さんのこと好きなの。可愛くて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 たまらないの。本当は姉さんのこと大好きなのに素直になれなくてごめんなさい。大好きで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 大好きなの。ちょっと、もう本当にこれはクレイジーですね。いやねってば。あの姿すごい。あ、サヤさん。お、ええー、つらゆき、ちょっといい？ねえ、ずーくん。へえ、なになに？アキヤくん。うわあ、やめてくれ。いいよ、ここに書いてあること全部してあげる。さすがにこれはどうしたものかな。二人ともさ、なんで僕の真横なのかな。ここの展開ちょっと硬すぎないかな。それってシビアな問題じゃねえか。だけどこの分岐ではキャラの個性で選ぶ方が普通だから。でもよ、ズー君、今日こそ一緒に帰りましょう。さゆりね、京也さん、ご用事は後にしてくださいますか。だから帰りましょう。言わないよ、親父はそんなこと。今日は失礼しますね。悪いな、ただでさえかけてない上に。しょうがないよ。ユンユンじゃないか、どうした、そんな剣幕で。カズマさんの子供が欲しい。カズマさんの子供が欲しいって言いました。どうしたというのです、ユンユン。私とカズマさんが子供を作らないと世界が、魔王が。魔王？本当ですよ。うるさい。逆ギレ。知り合いが変な男に引っかかろうとしてたなら口の一つも出しますよ。めぐみ、コウマの里が、そんなこと、コウマの里がなくなっちゃう。その、あま、どういうことなんです。お父さんから手紙が。わかった、そういうことなら任せとけ。世界のためだ、仕方ない。著者あるえ。ちょっと待ちなさいよ、カズマ。現在この世に多くのオスはいません。この世の天国を待ち合わせてあげる。お断りします。私、あんたの子産むは嫌だ。私よ、帰りたい、もう家に帰りたい。助けて、めぐみ、いつものやつを、いつものやつを。こんな近くで使えませんよ。やめて。最初は自己紹介から。ピチピチの16歳、大きなスバティなんてと申します。今日のところはお互いの名前を知ったってことでお開きは。アクア、ボトムレス。ご近所のヨシミで今回は見逃してあげるわ。さあ立ち去りなさい。俺の部屋だ。よくも私だけ置き去りに。聞きたいですか。当たり前だろ。わかりました、私の胸に聞いてください。アルティミギルはいくつもの異世界を蹂躙した挙句この世界に乗り込んできました。属性力ってなんだっけ。人の心にある何かを愛する力です。簡単に言うとそうです。ちょっと待って、愛する力って言うならさ、それこそ家族愛とか友情とか。ツインテール愛が誰よりも強い選ばれし者なのですから。ちょっと、いつまでそうやってんのよ。だからやめろ、ボケ。ところでさ、トゥアルのことをほとんど聞いてないんだけど。掃除様、どさくさに紛れて何企んでんのよ。このままでいいよ、ちゃんと聞きたい。略奪や殺戮はありません。これほど静かで残酷な侵略はありません。